2024年第1回日本語能力試験懲戒 n1。問題1。バ番スーパーでアルバイトの男の人と店長が話しています。アルバイトの男の人はこの後まず何をしなければなりませんか？店長おはようございます。 あ、リーさん、お疲れ様。今日は加藤さんと一緒に日用品売り場に夏に向けての商品を並べてもらいたいんだ。日焼け止めクリームとか仕入れて倉庫に積んであるから、それを棚に並べてね。わかりました。えーっと、加藤さんには今パンの消費期限のチェックをして、値引きシールを貼る作業をやってもらってて。はい。加藤さんの今の作業が終わったら始めてもらいたいから。リーさんは、 加藤さんを手伝ってて。早く終わらせてはい。あ、今日用品売り場の棚に並んでる商品は新しい商品を並べる時に倉庫に片付けてくださいね。よろしくお願いします。はいわかりましたアルバイトの男の人はこのあとまず何をしなければなりませんか 2>, 2番。お菓子の会社で女の人と課長が話しています。女の人は会議の資料をどのように直しますか課長、明日の会議の資料、新商品、柔らかせんべいのパッケージのデザイン案を表紙に載せました。こちらは高齢者を主なターゲットにした商品です。ああ、資料の表紙に候補のデザイン案を3つ並べてくれたんだね。 同じデザインで赤、青、茶の色違いの3種類。赤を大きくしているのはどうしてはい。先週の会議でご報告した通り、ネットで消費者へアンケートをした結果、総合的に赤を基調にした案が一番好評だったということで。そうだったね。総合的には赤が一番好評だったけど、確か年代によって好みが結構分かれてたよね。今回の会議資料、 年代別のの回答のデータはどこに載せてある商品説明の後ですああグラフも載せてあるねグラフの色ははっきりしてて見やすいと思うよパッケージはターゲットの高齢者には赤より茶色が人気なんだ会議でもみんなの意見を聞く必要があるからそうだなこの最初の3つのデザイン案大きさに差をつけないでおいてもらえるかなわかりました 年代別の回答のデータは資料の順を入れ替えて商品説明の前で見せてもよさそうだけどとりあえずはこのままで女の人は会議の資料をどのように直しますか 3番カバンの会社で男の社長と女の人が話しています女の人はこの後まず何をしますか村田さん職人の井上さんから連絡あった制作をお願いしている革バッグの納期が遅れてるよねはい先週お電話ありましたけど指先を怪我してしまって作業に時間がかかるってそう 早く良くなるといいね。あのデザインのバッグ、人気が出て予約がかなり増えてきてて、井上さんだけじゃ追いつかないから、他の職人さんにも作業を依頼するって話も出てたけど、どうなってる職人さんをリストアップして3人まで絞ったので、サンプルの作成を頼んだところです。そう、それは良かった。ただ、実際に作ったもの見ないと何とも言えませんし、3人のサンプルが揃ったら、 お持ちししますすね。ね。早めに確保したいですよ、ね、そうだね。この件は村田さんに任せるからどんどん進めて。とはいえ納期が遅れてる分だけどどのぐらいでできそうかまずそこ聞いといて。新しい人にどれくらい頼むかにも関わるし場合によっては予約受付を止めないといけなくなるから。はい、わかりました。 女の人はこの後、まず何をしますか四番大学で、大学祭の実行委員の女の学生とサークルの部長が話しています。サークルの部長は、 企画書をどのように修正しますかすみません。大学祭実行委員の加藤です。このサークルはお祭りにラーメン屋を出しますよね。ええー、ご提出いただいた出店の企画書ですが、修正のお願いに来ました。はい、私が部長の吉田です。吉田さん、企画書、責任者のお名前が抜けてました。 こちらでお名前記入しておきました。すみません。それから、費用のところを確認してください。ああ、はい。材料費の詳細、肉とか野菜とか、もう少し具体的に書いてください。そうしないと大学から補助金が出ませんよ。調理方法の説明はそのままで結構です。あ、それと、当日の第一希望の場所は、正門の近くになっていますが、希望が多いと抽選になります。 場合によっては第二希望に回ってもらいますがよろしくお願いしますはいわかりました今週末までに出してくださいはいサークルの部長は企画書をどのように修正しますか 5番海の体験学習のイベントで係の人が話しています。参加者はこの後まず何に参加しますか皆さん、海を楽しもう体験にご参加ありがとうございます。各種体験に先立って屋内で海辺の生き物についてのセミナーを行う予定でしたが、本日は潮の流れを考慮し、 屋外での活動3つを先に行います。午前中に浜辺から網で魚を取る漁業体験を行います。漁業体験の準備が整うまでの間、海辺の生き物の観察会を開催します。午後はヨットの操縦体験から始めます。参加者はこの後まず、 何に参加しますか問題2 1番ラジオでアナウンサーの男の人が本屋の店長にインタビューをしています。店長は どんな絵本を子供に読んであげるといいと言っていますか絵本専門店の青い書店の店長高橋さんにお話を伺います絵本と言ってもいろいろなものがありますがどんな絵本を子供に読んであげたらいいでしょうかそうですね子供の年齢や好みを考えたり何がいいか悩みますよね 教育効果が高い絵本や長い間読まれている名作の絵本を読んであげるという方も多いと思います。私は親自身が読んで面白いかどうかということに尽きると思います。親が楽しみながら絵本を読んで聞かせることで子供自身も本に興味関心を持つようになるのではないでしょうか。そうですね。 店長はどんな絵本を子供に読んであげるといいと言っていますか二番会社で女の人と部長が話しています部長は試作品をどのように変えた方がいいと言っていますか 部長、健康ドリンクの試作品、飲んでいただけましたでしょうか飲みました。試作品の説明も読みましたよ。今まで若い人をターゲットにしたドリンク商品は多かったけど、高齢者向けに開発したっていう点、斬新で良かったと思うよ、うん。ありがとうございます。高齢者が手軽に栄養を取れるよう、飲むタイプにしました。うん。クッキーのような固形タイプは、高齢の方だと食べづらかったりするからいいと思うんだけど、 一回で飲む量としては少し多い気がしたんだけど、どうかなそうですね。一日で必要な栄養を摂取できるよう、他社の製品と比べると容量が多くなっています。一度に飲みきれない場合があるかもしれないから、キャップで締められる容器に変えたらどうかな確かに、そうですね。もう少し甘い方が好きな人もいるかもしれないけど、個人的には、 これぐらいの甘さの方が飲みやすかったし、いい商品になると思うから頑張ってね。部長は、試作品をどのように変えた方がいいと言っていますか三番 カルチャーセンターで男の人と受付の女の人が話しています。男の人はどの講座を見学しますか。すみません。絵を習いたいんですが。水曜日、絵の講座は何かやっていますか。水曜日ですね。イラストや油絵の講座などがあります。 油絵の講座は油絵専用の道具を使って風景を描くんですが、皆さんかなり本格的に取り組んでいらっしゃいます。あ、はあ、初心者ですし、道具も持ってないので気軽にできるものがいいんですが。そうですね。気軽なのは色鉛筆で犬とか猫とか動物の絵を専門に描く講座があるんですけど、あいにく先生のご都合で今は開講してないんです。 パソコンでイラストを描く講座はどうですか人気ありますよ。パソコンで絵を描くなんてやったことないんですが、大丈夫でしょうか絵を描くソフトウェアの使い方から始めるので大丈夫だと思います。パソコンやペンタブレットなどの道具は教室に準備してありますので、次の回から始められますよ。えー、今開講している中で一番気軽に始められるのは、はがきへの講座ですけど、 はがきに季節の花を描くんですが、他の曜日しかないんです。そうですか。わかりました。じゃあ、すぐに始められる講座を一度見学させてもらえますか。男の人はどの講座を見学しますか。 4番、バネの工場で男の人と女の人が話しています男の人は仕事の相手に何を高く評価してもらえたと言っていますか北山工業にソファーのバネ、納品してきましたお疲れ様です反応どうでした 北山工業さんの急な要望に対応できたこと、高く評価してもらいましたよ。おかげで他の部品の試作品も作ってほしいって言ってもらえたんです。それは良かったです。加工開始日のギリギリで設計を変更して苦労しましたよね。ただ、うちの工場、デジタル化が進んだから加工にかかる時間は前よりも短くなりましたね。ええ、本当に。予定より早く納品できて良かったですよね。 北山工業での品質検査結果はあさって出るそうです品質についても評価が高いといいですけどそうですね男の人は仕事の相手に何を高く評価してもらえたと言っていますか 5番会社で男の人と部長がある宣伝動画について話しています部長がこの宣伝動画についての分析で一番重視しているのは何ですか部長インターネットで流している新しい化粧品の宣伝用の動画なんですが 視聴状況の分析結果、来週には出せると思います。ああ、あの10代、20代の男性をターゲットにした化粧品ね。はい。この商品、動画の制作に力を入れた分、再生回数はやっぱり気になるね。目標に達しているといいけど、あ、それから動画に多言語の字幕も付けてたよね。今後の戦略の参考にもなるから、念のため、 海外での再生についても分析お願いね。はい。視聴者の国別の再生数ですね。あとは年齢や性別も分析します。ええ。それから、ちゃんとみんな最後まで見てくれてるのかわかる商品が最後に出てくるから、最後まで見てほしいんだ。それも重要ですよね。調べます。いろんな分析項目あるけど、狙い通りの人たちが見てくれたかどうかが、 この商品の運命を決めると思ってるんで、よろしくね。はい。部長が、この宣伝動画についての分析で、一番重視しているのは何ですか 番テレビで漁師が話しています。漁師は釣っても市場に出ない魚の中で最も多いのはどんな魚だと言っていますか漁師が釣っても市場にあまり流通しない魚があります。例えばサイズが規格外のものは食べにくいので市場では不人気なんです。 それから、漁獲量が十分でないと流通に乗せにくく、反対に多く取れすぎて売れ残る可能性が高いものも敬遠されがちです。あと、知名度が低い魚。占める割合はこれが何より大きいんですね。姿形に馴染みのあるものの方にお客さんの手は伸びやすいんです。また、トゲがあって調理が面倒なものも避けられることが多いです。 漁師は、釣っても市場に出ない魚の中で、最も多いのはどんな魚だと言っていますか問題三。一番ラジオでアナウンサーが話しています。大学生の学生寮に注目が再び集まっています。 40年前は学生寮に入る人が大半でしたが、だんだんとルールが厳しく息苦しいという理由で避けられ、一人暮らしのアパートの人気が高まりました。しかし、最近の寮は、楽器練習用の部屋など、教養施設を充実させたりと魅力的になっています。寮に入りたいという人が定員を超え、抽選までしている寮もあります。また、 食事付き、職員が常駐の量もあり初めて一人暮らしをする学生にとってはいつも頼れる大人がいるという安全面の利点食事の提供があることも安心感につながっているようですアナウンサーは主に何について話していますか 学生寮のルールの変化。2, 2学生寮の人気が復活した理由。3一人暮らしの学生が心配していること。4一人暮らしの学生に人気がある食事。 2>, 2番ビジネスセミナーで社長が話していますえー、私は「種をまく」という言葉が好きです大きな花を咲かせたいと思うならまず種をまくことだそして芽が出るまで待つことも楽しめと会社経営をしていた亡き父が教えてくれました普段は無口でほとんど話さない人だったんですが 私が最初の授業でつままずいたた。そう声をかけてくれました私は学生時代からいくつもの授業を手がけていますがリスクもありますしうまくいかないこともありますそんな時いつも父の言葉に励まされてきましたこれからも新たな土地を耕し種をまき続けていこうと思っています」。 社長は何について話していますか 1, ?1 自分にとっての心の支え 2, 2父から引き継いだ事業3起業するときのリスク4会社を始めたきっかけ 3番ラジオでカーテンのメーカーの人が話しています日光が部屋に入るのを遮ったり外から見えないようにするためにカーテンは欠かせませまんよね日本では古くから安く手軽に手に入れられる木や紙で作った襖や障子をカーテンのように用いてきましたカーテンが日本で広く使われるようになったのは 西洋的なライフスタイルが始まった昭和30年代以降です。当時の日本は急激な経済成長に伴って団地やアパートなどが次々と建てられるようになり洋風にデザインされた住まいが一気に増えたからです。それ以降カーテンは私たちの生活に浸透しました。 カーテンのメーカーの人は何について話していますか 1, ?1 カーテンの素材の発展 2, 2日本らしいカーテンのデザイン3カーテンの値段の変化4日本におけるカーテンの普及 4番テレビで作家が話しています私にとって桜町は第二のふるさとです私の小説の舞台としてこの町の商店街やお寺坂道をしばしば登場させていますが実は私がここで過ごしたのは学生時代の4年に過ぎません親元を離れて暮らした4年間は実に濃く 青春そのものもでした思い出深い場所が数えきれないほどあります10代20代を主人公に物語を書くときその背景には自然とこの町が存在しているんです作家は何についいてて話していますか自分にとって特別な町 2, 2学生時代の経験3自分が生まれたふるさと4桜町の美しさ5番科学館で恐竜の研究者が話しています。 10年前、緑市で恐竜の化石が発見されましたが、この恐竜が何を食べていたのかということはこれまでわかっていませんでした。仮に植物を食べる植物食だとして、どういう植物を食べていたのか。私たち研究グループはこの恐竜の歯の化石の表面のかすかな凹凸を 最新の技術で分析しました。そして、爬虫類の歯と比べたのです。例えば、爬虫類の動物に、虫、植物などを食べさせたとき、歯につく細かい傷は食べたものによって異なります。その違いを分析し、この恐竜の歯の化石の表面に当てはめて考えることで、恐竜がどういったものを食べていたのかを、 具体的に推測できるようになったのです。研究者は。この恐竜の何について話していますか。一。食べ物の食べ方。二。食事をしていた場所の特徴。三。 生きていた時代の環境。4. 食べていたものの調査方法。問題4 1番 1> 今日の授業のレポート、そう簡単には書けそうもないよね。1. 大変だけど、やるしかないよ。二。難しいと思ってないの三。ほんと、簡単で助かるよね。二番。僕、こないだから和田さんと揉めてて。一。二人で楽しそうだね。 二、2> 2仲直りしたんだなんで何でがあったの3番さっき見た映画の最後のシーン私胸を打たれたどうしてワクワクしたの 2> 2 僕もあのシーン意味不明だったよ。3感動的だったよね。4番お昼の定食屋で飲んだサービスのコーヒー飲めたもんじゃなかったね。1もっと飲めばよかったね。二。 確かにあれは美味しかったね。ちょっとひどかったよね。5番森さんのことだから遅刻するはずないのに来ないね。いい加減ちゃんとしてほしいよね。2> 2 森さんってよく遅刻するんだ。3遅れるなんてどうしたんだろう。6番昨日のサークルの部員同士の言い合い、先輩に報告するまでもないよね。1え、先輩に言うんだね。二。 必要ないよね。3。報告した方がいいってことね。7番。昨日、うちの学校の柔道の試合見に行ったんだけど、負けはしないかハラハラしたよ。1。1> なんとか勝てたんだ。 二、2> 2負けちゃって残念だったね。三、余裕で勝ったんだね。八番、課長、桜社への商品説明、私の担当なんですが、ご一緒願えないでしょうか。一、構いませんよ。行きますよ。 担当者が行かないのはまずいでしょう私が代わりに行くんですね9番加藤さんデータの分析は木村さんにかなう人はいないよねえ木村さんさっぱり分かってないの 2> 2木村さんが一番詳しいと思う。木村さんデータの分析は苦手らしいね。10番。課長に急にイベントの手伝い頼まれたけど断るに断れなかったよ。頼まれたら断れないよね。 頼まれたのに断ったんだ3本当は断りたくなかったんだね11番新人の渡辺さん先月の営業成績ベテランの課長に迫る勢いだったって1 課長の成績には全然届かないんだね。2, 2あと少しで課長を抜くぐらいだったんだ。3課長を超える結果だなんてすごいね。いね問題51番 大学の新聞部で、部長と部員二人が話しています。来月発行する新聞、野球部の地区大会に向けて特集を1ページ組むことになってるけど、そろそろ内容を練らなきゃね。どうしようか。地区大会2ヶ月後に迫ってますよね。以前野球部を取り上げた時は、キャプテンの意気込みやチームの仕上がり具合を中心に取材しましたが、 去年は準優勝に終わったので、今年こそって学内の期待も高まってますよね。そうだね。何がいいかな。前やったのと同じようなのはしたくないし。ライバルチームの練習の様子を取材してはどうですか去年の優勝校とは今年も間違いなく顔を合わせることになると思うんですけど。うん。他にはどうかな選手たちの素顔に迫るっていうのはどうでしょう主要な選手2、三人。例えば、 投手やキャプテンに密着して一日を追うんです。練習以外の時間、どんな風に過ごしてるかとか、読んだ人が選手を身近に感じられるような情報がいいと思うんです。そうだね。それか、レギュラー選手を全員紹介するっていうのもいいと思います。選手の守備位置だけじゃなく、趣味とか好きな食べ物とか、顔写真と一緒に載せるんです。読者がお気に入りの選手を見つけられるように。 僕は対戦相手のことも情報としてあった方がいいと思いますけど、その方が応援に行った時に試合を見てて面白いと思うんです。そうだね。でも実際どのチームと対戦することになるかはまだわからないから、今他のチームのことを取り上げても読者にはピンとこないかもしれないね。試合に出る選手全員っていうと紙面が限られてるし、さっきの密着取材の案、面白いんじゃないかな。 今回は何人かに絞って取材することにしよう新聞に載せる野球部の特集は何を書くことにしましたか大会に向けてのキャプテンの意気込み 2, 2ライバルチームの練習の様子三。3> 3 主要な選手の一日の過ごし方。4。レギュラー選手全員の紹介。2>, 2番。ラジオでアナウンサーが夏の夜空を楽しむ講座について話しています。山川市にある科学館では、 来月夏の夜空を楽しむための4つの講座を開くそうです。講座1番はオリジナルの星座作り星空の写真を見ながら自分たちで星をつなぎ合わせて自由に形を作り名前をつけたり星座の物語を作ったりします。講座2番は星空の撮影。 露出時間を長く設定できるカメラと三脚さえあれば意外と簡単に星空を撮影できるそうですよ。講座3番は流れ星の観察です。来月中旬は深夜の夜空に星が降り注ぐ数年に一度の貴重な機会です。ゆっくり眺めながら星に願い事をするのも素敵ですね。最後。 講座四番は。地球を回る。国際宇宙ステーションの観察です。国際宇宙ステーションは。実は。日没後のある時間。ある方角に。肉眼で見ることができるんだそうですよ。どれか一緒に参加しようよ。参加したいの、あった。うーん。星座を作るよりは。実際に見る方がいいかな。あと。 星空の写真は自分でも時々撮るから違うのがいいな。すごいね。国際宇宙ステーションも撮ったことあるうんうん。まだ見たこともないの。うーんだからこの講座に参加して見てみたいな。そっか。うーんでもそっちより星をメインで見るやつの方がいいな。そうだね。めったにないチャンスだもんね。それにしよう。 質問 1, 1女の人が最初に参加してみたいと思ったのはどの講座ですか質問2二人はどの講座に参加することにしましたか これで懲戒試験を終わります。